パニッシャーは、スケ、トカワ・ひとしによる日本のファンタジー漫画作品。佐渡川の第2作目となる、ファンタジー漫画。週刊少年チャンピオンにて、2008年15から2009年21.22、合併号まで連載された。単行本は、全7巻。7巻の巻末のおまけページで大まかな伏線の解説がある。なお本作は、佐渡川がデビューする前に、 週刊少年チャンピオンに投稿した作品を大幅にリメイク、連載作品としたもので、元の作品執筆時からすると、作者の代表作、無敵看板娘より以前に作られた作品ということになる。基本的に現実世界の生き物に似ているが、名称やデザインが異なる。2008年7月8日、 観光 ISBN978 から4から2532144142008年7月8日観光 ISBN978 から4から2532144212008年10月8日観光 ISBN978 から四から2532144382009年1月8日 観光 ISBN978 から4から2532144452009年3月6日。観光 ISBN978 から4から25321445222009年5月8日。観光 ISBN978 から4から2532144692009年6月8日。 観光 ISBN 978から4から253214476ありがとうございます。